さあ、今回ですね、これまでアナウンサーの歌ってみたっていう動画を皆さんにご覧いただきましたけども、あるボーカリストをちょっと紹介したいということで、まずはですね、この方に登場していただきましょう。はい、ボーカル講師の泉純子先生です。どうもこんにちは。こんにちは。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。いつも純子ちゃん、純子ちゃんって言いながら、居酒屋でこう飲んだくれてる感じですけども、今生徒はどれぐらいいらっしゃいますか？30人ぐらい。そんなにいらっしゃった。お邪魔ってるの駅中ミニライブにもこれまで何度か ね登場していただきまして、はい、その歌声を披露していただきました。あれを見て生徒さんが入られたことも聞いたんですよ、はい、ありがとうございます。なんで私が俺言ってるんですか。また泉先生の歌声も皆さんにもお届けしていきたいと思ってるんですけども、今回ご紹介するのは泉先生の生徒さん。そうです。去年ですよ、まあ年末というかクリスマスライブでしたか、あれは。はい。で、泉先生の誕生日パーティーも兼ねてのっていうようなライブで、もう会場をさらっていった歌声がありまして、でしょ、突如現れた彗星のごとくって、私はもうそんなイメージしかなくて。そうです。あの子は一体どこから来た人なんでしょうか。生徒です。伸びしろしかない子です。伸びしろですね。15歳。ということはこの春から高校生。ご本人が泉先生の門を叩いた。知り合いの知り合いの紹介みたいな感じです。あ、うん、誰か、ボーカルの先生でいい人いないですか、はい、みたいな感じの紹介で。ということでこちらの方です。ようこそいらっしゃいませ。まずは自己紹介お願いします。水野まいやです。お願いします。15歳、水野まいやさん。中学校3年生です。高校入ってどんなことがしたいですか。最初勉強頑張りたいですけど、うん、私英語好きだから、うん、なんか将来になんか外国語の大学に入りたいから、はい、その高校でなんか英語のコミュニケーション頑張りたいです。日本語、英語、あといくつか喋れるんですよね。とロシア語です。なんか韓国語もっていう噂も。韓国語はまあ韓国の歌を歌いますけど。あ、なるほど。はい、フランス語とか。お父さんが日本の方で、はい、お母さんがロシアの方でした。はい。音楽は子供の頃から好きだったんですか。好きです。どんなジャンルを聞いてきたんですか。J-POP かな。J-POP K-POP とか、なんかアメリカの曲も好きですし、あ、いろいろ、もうジャズもあればブラックミュージックもあれば、うん、そうですね。ジャズも好きですし、はい、フランク・シナトラとか。お、はい、将来の夢は何ですか。歌手になりたいですけど、はい、そう、今ずっと頑張ってます。ライブ、はい、コンサート、まあ、そういった予定というのはこれから今ありますか。まああんまり考えてない。あ、まだ今のところは決まってないと、はい、今回水野まいやさんの歌声ぜひお聴きください。There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, is breaking me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and tell me how it all ever should be. See how I live, know every piece of you. Don't underestimate me, the things that I will do. There's a
You have changed my life, そのすべてが今きらめきを放つメモリー。空に続く道Thank you.